アイスちょうだい。行くよ。ちょうだいってちょうだい。行くよ。離して離して。はい。投げるから貸して。アリス。全然これ行くよ。行くよ。はい。アリス。アリス。持ってきて。アリス持ってきて。アリス。全然持ってけ。全然持ってけ。アリス。来た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 。行くよ。えい。ね、そんなクタンクタンの持ってきて。どこにあるかわからんかって。噛み心地がちょうどいい。いっちゃん使い。喜んでる。おはようございます。本日はですね、何山やったか。これ横向きでいい。横向きでいいです。岩光山、岩光山に向かってます。今宿泊してる場所からだいたい車で30分ほどのところにあります岩光山。そこがね、だいたい1時間半から2時間ぐらいで登れるらしいですよね。それでは今日も張り切っていきましょう。今からこの岩光山を登っていきたいと思います。アリスがサブエンジンとしてついてるんでだいぶ楽やと思うんですけどね。じゃあ行きましょう。急遽ですね、メイちゃんを担当することになりました。これさ、左側がさ、お城なんだけどさ、汚れそう。この上にお城があるんだけど、アリスが登れるの。あの橋がアリス登らない。あっちね、これがさっきおらしいんだけど、もうええかな。わあ、すごいな。元気やな。こんなに本気の登山やと思わなかった。登りが終わったからすっかり楽やと思ってたんやけど、けど山頂にはね、登れてないんやろね。あの鎖んとこ行ってないから。けどこんなしんどい目してんのにダメなの。あのちょっとそこはもう皆さんに判断を見立てます。一回ね、機会があれば調べてみてください。岩光山とかな。合計3時間ぐらいの登山でしたが、また来てね、リベンジしたいとはどうでしょうか。また機会があればね、登ってみたいと思います。かなりしんどかった。お疲れ様でございました。それでは晩ご飯作っていきます。今日はですね、そうめんを使ったビビン麺を作りたいと思います。
はい、こちらね、今回はこのどこのご家庭にもあるチャムスのフライパンで作っていきます。コチュジャンをごま油、お酢が同等ぐらい、蜂蜜適当、ちょっとコチュジャン濃いかったから2で2人前やから3杯か、うん、納豆混ぜる人おらへん納豆混ぜる人おらへんか、うん、蓋したら出てじゃんと、こちら盛りそうめんビビン麺の完成でございます。お、なんかやね、プレミアさん、はい、いきます。超髪変わってて、4日目の朝はまあ天気ええ方かな。昨日山に登ったダメージがちょっと尾を引いてる感じでございます必ず絡まるね。いいやけど昼から雨が降るということなんで、もう朝の間に片付けてGo home alone tonight. Love unfolds to me tonight. Wishing pennies in a well align my hopes. I find myself.というわけで北軽井沢4日間の旅、本日で終了でございます、1日目はね、大阪から群馬県までね、下道を走ってやってきて、まあ、ところどころね、いろいろご飯も食べながらやってきました。で2日目はね、小屋作りやらせてもらって、あの残念ながら全然ね、人の打ち合ったんで撮ることはできなかったんですけども、久しぶりにね、体を動かしてね、楽しむことができました。そして3日目はね、過酷な山登りやらせていただいて、それもね、ものすごく楽しかったです。なんでかしらけどね、ここ来るときね、若干ね、お年を召したせいか腰が痛かったんですけれども、それもね、すっかり良くなってしまう。で、4日目はですね、特にね、動画撮ってなかったんですけれども、いろいろね、お料理とかさせてもらったり、あとまあテントの撤収もあったんでね、一日結構忙しかったんですけども、楽しく過ごすことができました。動画ではね、こうバーって走ったような内容になってると思うんですけれども、合計4日間群馬県のね、北軽井沢楽しむことができました。またね、次回機会があれば全部晴れてる日でね、楽しみたいと思います、今回の旅でね、お世話になった皆様方ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。坊さんどうもどうでした。ガッバーン。